ッとも顔を寄せていただければと思います。先日戸倉選手と中島選手がモバイルゲーム e フットボールウイニングイレブン2020で浦和レッズの武藤選手、荻原選手と対戦。その裏側をお伝えするべくダゾーンの撮影現場にカメラが潜入しました。セレッソ大阪9番の戸倉健です。28番の中島真子です。よろしくおはようございます。もうちょっと大胆に。ちょっと待ってくださいね。もうちょいもっと行っちゃっていいですか。そうですね。はい。分かった。はい。徳良先輩から厳しいダメ出しが出たところでテイク2。セレッソ大阪9番の徳良健です。28番の中島真子です。よろしく頑張っていきます。なんとか OK をいただきました。武藤選手、荻原選手、今みたいな感じのですね、ぐぐっとも顔を寄せていただければと思います。息合ってるんだろう。勢いがあるレッズに対し、セレッソには強い味方が登場。山田入ります。徳良選手、今日お願いしますね。はい、お願いします。結構気合は入ってる感じですか。気合は入ってるんですけど、うん、違うあのプレイステーションだと思ってきたので、びっくりします。中島選手はなんかその全国レベルみたいなのがあるんですか。あるっす。何位ぐらいなんですか。5位ですけど、3位までもうあとちょっとやったんですけど。でもあと4人しかいないんですよ、世の中に。すげえな、もうやり込みまくったんですか。2ヶ月ぐらいでそこまで行きました。普段はもう夢の選手ばっか使ってます。メッシとか。だから今日セレッソのメンバー使わないといけないっつって、いややりにくいわって言ってました。荻原選手は、中島選手はご存知なんですか。僕と中島選手は同い年なんで、ウィーレンっていうことも知ってます。それだけ答えれるかっていう。中島選手、全国5位の実績があるとは驚き。さあ、まずセレッソの2人が選ぶスタメンは、2トップは徳良が怪我から復帰後初のスタメン、そしてボランチは中島が J1 デビューとなります。開幕戦のメンバーに、はい、僕と元を入れました。いや、それは入れないとダメでしょ。はい、それ入れないとダメでしょ。そうっすね。でもなんか自分の能力のちょっと低さに今びっくりしてて会いたいんですけどね。ちょっとね、うん、中島選手はあら、出た。ここで突然画面の向こうに乱入してきた選手が。で、元気よ元気。マキは元気よ。あの人は鼻きこからね、膝いい感じ、めっちゃいいよ。はい、ありがとう。あの人鼻聞きますね。こういうのあったら必ず出てきますか。じゃあ間もなく始まりますけど、徳良選手。いや、もう固く言います。あ、固くね。ロティーナのロティーナのサッカーを固く言います。お、来た。さあ始まります。長いなってますね、スタジアム。いきますよ。これ中島選手どうですか、プレー的には。いや、いい感じです。めっちゃうまいです。おお、めっちゃうまい。お、まずまず。あ、取られました。はい。あ、でもこれ取り返すと、おお、セレッソ攻めてますね。はい、打てるんじゃないですか。トクラ選手打てる。点取れるところにいるんですよ。いいとこいましたね、今。匂ってきた。あのコントロールからも落ち着いてましたね。そうですね、やっぱこれブルーメンデスが応援に行ってくれたところを、はい、落ち着いてましたね、コース狙って。
や、これちょっとシャ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 イ先いいよ、これシャイ先いいっすね。セレッソが8分に先制ゴールを決めると、さらにトクラが、お、うまい、ここキープキープキープですね。トクラ、トクラ、オッケー、完全にキープしたね。体の強さを見せますが、攻撃で、あ、いい、そうか、あー、出る出る、あくまでもトクラに打たそうっていう感じがしましたけどね。そしてセレッソ、得意の守備で、やべえ、あれセレッソ守備うまいな、まあ、そこはちょっと生命線だね。え、しかしこの後、あーと、これはこれはちょっとこれさらにまずいな、まずいですよ、はい、まずいですよ、カウンターですよ、大丈夫、上腕ピッチャー、お、いいパスだ、あ、来た来た、浦和レッズの武藤選手に柿谷選手張りのヒールシュートを決められてしまいます。サイドからの対応がマジで無理、まずい、はい、この際来た、ナイスよりチーム、おー、オッケー、オッケー、前半終わった1対1、前半はセレッソが 61% とボールを支配するも1対1の同点。あの所選手、あのイエローが出ましたけども、はい、あのプレーに関してはあれはもう全面的にこう前から行くぞっていう意思の表れで、全然あのイエローで問題ないと思います。もうチームの意識はめっちゃ上がってる状態です。なるほど。さあそして、若手対決、これちょっと楽しみですけども、じゃあ後半よろしくお願いします。ウイレアプリ全国5位になった実績を持つ中島選手がついに登場。後半開始直後、いきなりその実力を見せつける。もうはめられて、もうはみかけられて、もうプレッシャーが、プレッシャーが、いやー、トクラの使い方、トクラの使い方、トクラの使い方、右足、今年のトクラは違うよと。ちょっとトクラ選手のハット見たいですね。そうですね。すると、この言葉を聞いた中島選手が、カットした通行、これ来たんじゃない？あ、来たわ、これ、あ、お、お、そうでしょ、来たー、今のハリック、今年は違うから、ハットトリックですよ。ごめん、まだ したことないわ、 J2 でしかしたことないのに。トクラ選手、なんと先輩に気を使える方法ですよ。これリアルにマジでちょっと今テンションが腕の明日のトレーニングの意気込み見てほしい。本来落ち着いてますもんね。落ち着きほしいっすわさらにセレッソは高い位置で、あー、取り返した、トクラ、トクラ何でもできるな。おい、いいパス出た、おい、フリーキックを獲得、俺蹴っちゃいますね。おー、これ楽しみ、どこでしょ、これ楽しみ、これも決められたらさ、おー、壁、頑張ったね。今決めきれなかったものの、後半アディショナルタイムにトクラと中島で決定機を演出。
トクラのハットトリック出ましたね。そうっすね。3-1。なんかすごい気持ちよくなっちゃった。中島選手いかがでしたか。今終わりましたけども。トクラ選手の活躍がすごかったっすね。ゴール前落ち着いてましたね。落ち着いてる。いいとこにいますね、やっぱり。いいとこいました。あのセレッソのトクラを止めることができませんでしたね。これマジで、すごいな、頑張ろう。4月7日、第7節に行われる予定だったこの試合は、セレッソ大阪が見事に勝利。中断明けに見られる2人のプレーにも、ぜひ注目してください。次週のセレチューブは、選手たちのおうちトレーニングを大公開。さらに高卒ルーキー2人のフレッシュなインタビューをお届けします。かっこいい。黒のセレチューブは毎週火曜夜9時配信。チャンネル登録よろしくお願いします。